はい、今日もですね、基本的な質問に答えていきましょう。前置詞のアンダーですね。さまざまなしたというふうなことで、したというふうに表現ができる。さらには監督か影響かということですね。さらには未完成だと、こういうふうなイメージがあります。まあ、今日はそこまで詳しくは触りませんが、質問は何だったかというと、 under と underneath の違いが何なんですかということでした。あんまり深く考えないでほしいと思いながら、説明を作りました。はい。実際にはこのカフェがあるところを注目してください。はい。こういうふうな感じになると思います。表現的には The cafeA cafe is under the bridge. ですね。こういう感じですよね。で、さらには、同じように置き換えることができると思います。The cafe is underneath the bridge. はい。まあ、結論から言うと、物理的な下ということで共通点があるんだけども、under の場合は、物理的な下ということもプラスで、数字やまたはいわゆる概念をね、の下ということも言えます。例えば keep these wines under 20 degrees、 こういうふうな表現ですね。数字を収束することができるということなんですよね。だからこういうふうに温度をぐっと下げていって、ワインをフレッシュな状態に保っていくということができます。で、underneath や beneath、そして below であったりだとか、ね、そういったのはあるんだけども、もう直接、質問に答えたので問題ないと思います。はい。それと付け加えなんだけども、underneath の場合はですね、後ろから収束をかけることができるので、その辺も覚えておいてください。 Alright, talk to you soon.